動画をご覧いただきありがとうございます。つよしです。今回は eBay のスマホアプリについて動画を撮りました。よろしくお願いします。はい、つよしです。もう1月5日ですね。はい。今年の正月は天気が良くて、過ごしやすくて、とても良かったって僕は思ってます。はい。皆さんはどんなお正月を過ごしたでしょうか。話は変わりますが、僕は eBay 輸出もやってます。はい。この eBay は簡単に言うと、海外版のヤフオクみたいなものですね。即決とオークション形式で、出品ができます。はい。この eBay では、どんなものが売れやすいかと言いますと、日本独自のものが、売れやすい、そういった傾向があります。日本の商品は品質がいいので、日本で売るよりも高く売れる、そういった傾向があるんですね。はい。で、この eBay には、検索アプリがあります。日本でもありますよね。このセドリストとか。このセドリストはスマホで、バーコードで検索できるアプリです。はい。でですね、eBay にもあるんです。こういったアプリが。それは、こちらになります。eBay、by Seller and Save っていうんですかね。はい。これもスマホでですね、バーコード検索できるアプリになってます。はい。結構便利ですね。検索アプリというよりは、eBay のスマホ版って言ったところですね。うまく活用すれば作業効率が上がりますので、使ってみてください。今回の動画は以上となります。参考にしてみてください。最後まで、ご覧いただきありがとうございました。失礼します。